事故現場事故現場の一犠牲者追悼法要当日の異例被,被災者となった SKR202 被災者となったキハ58系の同系車、しがらき高原鉄道列車衝突事故は1991年5月14日にしがらき高原鉄道において発生した列車衝突事故。42名が死亡し、614名が負傷した。事故現場後に建てられた。 慰霊イヒ1991年5月14日10時35分頃、滋賀県甲賀郡滋賀らき町木瀬の、滋賀木高原鉄道滋賀木線、小野谷信号場滋賀来古市駅間で、滋賀らき駅発木深川駅行きの上り普通列車と、京都駅発信楽駅行きの、西日本旅客鉄道直通下り臨時快速列車、世界陶芸祭滋賀来号とが、正面衝突した。 先頭車のキハ58型は全部が押しつぶされた上に全長のほぼ1、3が上型へ折れ曲がり、SKR200 型は先頭車が2両目とキハ58型とに挟まれる形で原型を止めないほどに押しつぶされた。JR 西日本側乗客の30名、滋賀ら高原鉄道側乗員乗客の12名の合わせて 計42名が死亡、直通下り列車の運転士を含む614名が重軽傷を負う第三次となった。衝突した臨時快速列車は乗客で超満員の状態だったことから人的被害が非常に大きくなった。当時、沿線のしがら町では世界東芸祭セラミックワールドしがらき91が4月20日から開催されており、しがら高原鉄道は 鮮度容量を遥かにに超える来場者輸送追われていた世界陶芸祭は好評を博し主催者の予想した来場者35万人に対してこれを遥かに上回る客を集めゴールデンウィーク明けの5月11日には入場者50万人を達成していた世界陶芸祭セラミックワールドしばらき91の開催にあたって実行委員会は 会期37日間の想定来場者数35万人のうち25%にあたる約9万人を鉄道輸送で賄おうとした。期間中の想定ピーク輸送人員に約9000人、日に対して、しがらき高原鉄道の輸送力が不足であることから、実行委員会は1990年3月に、滋賀県知事名で、しがらき高原鉄道、 JR 西日本の両社に対し協力を要請した。これを受け、しがらき高原鉄道は、旧来の設備を約2億円かけ大改修し、路線の中間部にあたる箇所に小野谷信号場を設け、運行本数をほぼ倍増する工事を実施した。小野谷信号場は無人で運用することから、しがらき高原鉄道は、閉塞方式を 表剣閉塞式から特殊自動閉塞式に変更し、合わせて車両の進行により信号機と分岐器とを自動で設定する自動振度制御装置も設置した。また設備面でも単線で行き違いができなかった旧来の設備では来場客は到底運べないことから、設備回収と合わせ JR の車両と運転手を共に借り受ける協定を結んだ。 しかし CTG は設置せず、信号及び分岐器の動作は、列車の運行によってのみ決まるシステムであったことが、後日の JR 西日本による方向優先手この無断設置の原因になった。事故当時の信がらき線及び、清井川駅の配線略図を示す。信がら線の列車交換は、小野田に信号上位以外ではできず、また清井川駅には、 しがらき高原鉄道の着発線が一本しかなく、草津線には対比線がないことに注意。事故当時のしがらき線は、閉塞が清川駅、小野谷信号場しがらき駅という構造になっていた。単線区間では当然のことながら、どちらか一方向にしか列車を走らせることはできない。そのため、単線区間の1と2ではしがらき方向に列車を進行させるか、 清井川方向に進行させるかが自動的に設定され列車の運行に従って自動的に信号の源時と分岐器の操作が行われる仕組みになっていたこの機能により小野谷信号場は無人のまま両端駅であるしがらき高尾川の両駅の出発信号機の操作だけで行き違いができるシステムとなっていた小野谷信号場には安全側線がないことから 場内信号機の進入許可の現時は、警戒信号であり、出発信号機の制御点まで列車が進行し、かつ、信号所に入りその先の単線区間の閉塞が確保、できたら、出発信号機が青信号を出す仕様になっていた。無人信号場であることから、しがらけ駅から運転士に連絡を入れるよう求める、黄色の回転灯も設置された。なお、大見鉄道では、 単線自動閉塞の信号システムがすでに稼働しており、黄色の回転等も大見鉄道のシステムに習ったものである。例えば事故時のように、清井川駅としが駅から同時に列車が発車して、小野谷信号上ですれ違う場合であれば、清井川駅発の列車、しが駅発の列車双方に青信号を出すと、単線区間1が、しが方向に、単線区間2が、 清井川方向に切り替わり、それぞれの駅を列車が出発できる。そして両列車とも、単線区間を通って小野谷信号場に到着すれば、逆に、単線区間1が清井川方向に、単線区間2が死柄木方向に切り替わるので、二つの列車は信号場ですれ違って、目的地に向かうことができる。注意すべきは、春行当初、小野谷信号場には、下り上りともに、 城内信号機と出発信号機との間に範囲偏差状が設定されていたことである。清井川駅構内は JR 西日本の管轄であるため、信号システムはそのほとんどが、しがらき高原鉄道側であるものの、清井川駅の連動装置の変更が必要になることから JR 西日本及び、しがらき高原鉄道の両社で分担して、設計、施行されることとなった。 それぞれ別々の会社に設計、施行を依頼し、かつ認可通りの設備で連動試験を行っている。しかし試験後の両社の無認可改造並びに、設計の相互レビューの不徹底が、信号システムの相次ぐ、トラブル、そして正面衝突事故につながっていくことになる。発端は、しがらき駅から清井川駅行きの上り普通列車 534D 列車を発車させるため、 しがらけ駅の制御盤で出発信号機を出発現時にしようとスイッチを操作したにもかかわらず停止現時のまま変化しなかったことであるこの時下り列車が正しくしがらけ駅に到着しているにもかかわらず下りの運転方向表示が点灯したままだった分岐器を調べたが線路は開通しており信号トラブルを疑ったためしがらき高原鉄道は 保守要員として詰めていた信号システム会社の社員に点検を命じた。それとともに、代用閉塞である指導通信式の採用を早々に決定。小野谷信号場で対向列車である JR からの直通列車と行き、違いを実現すべく、ご出発検知装置を頼りにして、指導員となる職員を転乗させ、普通列車を11分遅れの10時25分頃に発車させた。 この列車には指導員役の職員のほか、当日の午後から安全管理などの査察に来る予定だった、緊急入局の係官を清井川駅まで出迎えに行こうとした常務、おそらくは指揮を取るべく乗り込んだ業務課長、夜勤明けで自宅に帰る予定だった運転士の計4人が乗り込んだ。事故で本務運転士も含め、転乗した4人すべての計5名が死亡し、 死柄木高原鉄道の乗務員で生存したのは、車掌1名のみだった。代用閉塞を開始する場合、閉塞区間の両端に駅員を配置して、対向列車の抑止と閉塞区間に列車がいないことを確認しなければならない。この場合は少なくとも、対向列車 501D が、小野谷信号場で停車し、代用閉塞の使用を運転士に通告した上で、出発を抑止したことを、 小野谷に信号場に到着した閉塞責任者から、しがらけ駅の運転主任に伝達され確認した後で、なければ 534D 列車は出発させては、ならなかった。しかし、事故当時、代用閉塞に必要な要因を自動車で小野谷に信号場に差し向けたものの、その到着を待たずに列車を発車させてしまった。これにより刑事裁判においても代用閉塞に、 必要な措置を取らなかったことにより事故を招いたとして当事者は刑事罰を受けた。しかしながら回収した信号システムはトラブル続きだった。清井川駅の出発信号機を青信号にできないトラブルは4月8日、4月12日の2度事故当日と全く同じ。しがらけ駅で出発信号機を青信号にできないトラブルは ゴールデンウィーク中の5月3日にもあった。特に5月3日のケースは、事故時の列車と全く同じ 534D 列車で起きていた。この時は代用閉塞への変更すら行わず、ご出発検知装置を頼りに10時20分頃に 534D 列車を出発させていた。対向列車である JR 西日本からの直通列車は、小野谷信号場で停車しており、業務課長は、 小野谷に信号場まで列車に転乗し、自ら手動で分岐器の操作を行って、列車を行き違いさせていた。さらにその1時間後の下り列車も代用閉塞に、必要な運転通告権の交付を受けず、小野谷に信号場に居合わせた、業務課長による口頭の要請のまま、小野谷に信号場から、しがらき駅まで運転させていた。そして、5月3日の、この列車の運転士が、 事故当日の JR 西日本乗り入れ快速 501D の運転手であった。事故当日も業務課長が上り 534D 列車に乗り込んだことから5月3日と同様の解決法を取ろうとしたものと思われるが列車の運行中は厳禁とされていた信号系電気室での作業も影響を与えた可能性があり5月3日には有効に作用したこの手法によっても 対向の下り臨時快速列車を停車させることができず、両列車が正面衝突するに至った。小野谷信号場の下り出発信号機が赤にならなかった理由について、しがらき駅構内の信号固着の修理のために、同駅の軽電機室において行われていた運行時間中の信号装置の点検作業が指摘されている。小野谷信号場の出発信号機は、 先の装置により一度は実際に赤に変えられたが、その作業の影響により、再び青に戻ってしまったと見られている。事故検証において、しがらけ駅とともに小野谷信号場のご出発検知装置も調べられたが、ご出発は検知されておらず、列車は青信号で通過したものとみられる。事故後、警察は実際に車両を動かして、信号の動作検証を行った。 しがらー駅における出発信号機の青信号が出せない現象は、方向優先テコの操作、小野谷信号場の折り場内信号機と折り出発信号機との間の範囲変差上の関係、小野谷信号場折り場内信号機の制御接近点の変更工事が複合して発生した現象だと鑑定されたが、事故当日、小野谷信号場の下り出発信号機がご出発を検知しながら、 青信号になった理由については検証で再現できず、軽電機室でのジャンパー線による人為的接続の想定ケースを列挙するにとどまった。事故の発端となったしがらき駅の信号不具合の縁因は、しがらき高原鉄道と JR 西日本がそれぞれ別個に緊急運輸局の認可を得ずに行った信号制御の改造と両者の意思疎通の欠如にあった。 JR からの直通列車が、清井川駅に着くのが遅れ、しがらき駅から清井川駅に向かう列車の方が早く、小野谷信号場に到着した場合、小野谷信号場への到着で、清井川駅小野谷信号場間の運転方向が、清井川方向に切り替わり、上り列車が清井川駅まで到着できてしまう。すると遅れて着いた直通列車は、清井川駅で足止めされてしまい、 幹線である JR 草津線を走る他の列車にまで影響を及ぼす事態となる。この問題の解決策について、関係会社間での小野谷信号場の信号システムの使用の打ち合わせ時に、JR 西日本側から小野谷信号場の上り出発信号機を抑止する機能の実装として、JR 西日本亀山 CTC センターに方向優先手帳を設置するという提案がなされた。 しかし会議に同席したしがらき高原鉄道側の信号システムの設計会社から JR 西日本がしがらき高原鉄道の信号機を操作するという信号設備のタブーを指摘されその場で方向優先手この設置案は取り下げられたそれを受け会議では運行管理権の原則通り亀山 CTG としがらき駅間との直通電話の設置と しがらー駅からの操作で、上り列車を小野谷信号場に抑止するボタンを設置し取り扱うという合意を得た。こうして、JR 西日本が当初提案した方向優先テコ設置は一旦取り下げられたはずだったが、後日、JR 西日本は、しがらき高原鉄道に無断でかつ運輸局の認可を受けることなく、当初案通り、亀山 CTC に方向優先テコを 無届けで設置した。また JR 西日本は方向優先テコにより機能を果たせるとして、しがらき高原鉄道が工事担当する信号メーカーの工場へ指示し、先の合意を実行するためのしがらき駅の制御盤上の抑止テコを外させた。ところが JR 西日本が設置した方向優先テコは、しがらき方向に運転方向を設定しなければ、機能しないものであった。 そのため、亀山 CTC の運転指令員は一度、清井川駅の出発信号機を青にし、運転方向が、しがらき方向になったのを確認した後に、方向優先手帳を入れ、その後、清井川駅の出発信号機を再び赤にする、操作を強いられた。一方で、しがらき高原鉄道も検査合格の日である1991年3月8日に、無認可改造を行っていた。 小野谷信号場は峠に位置するため、場内信号を着て前の地点にあった、信号制御点では上り下り双方の列車とも急勾配を上り切る前に減速を余儀なくされる。急勾配に加えカーブによる速度制限もあり、運転士の間からクレームがついたため、両方の単線区間において、両端駅から小野谷信号場への方向設定が行われた時点で小野谷信号場の 場内信号機を警戒信号にするよう改造を行った。さらに、しがらき駅到着の列車の進入をスムーズにするために認可された信号制御システムは、しがらき駅手前の地点通過により、場内信号機に進入許可を出すものであったものを改造し、小野谷信号場しがらき駅間の進路が、しがらき方向であれば、しがらき駅の場内信号機が、 侵入許可を出すように改造した。両社の無認可改造は、両社間での相互チェックを経ることはもちろん、決戦図、連動図表の交換すらしなかった。しかも両社とも、小規模な工事だとして、自社内での連動会議、決戦会議も十分に行われることはなかった。こうした両社の無認可改造の結果、清川駅小野田に信号上間に列車が在線中に、 亀山 c t c で方向優先テコを扱うと、その機能により、小野谷信号場で一度短くらいになった、下り線上内信号機が定位に戻らないことから、範囲偏差上の関係にある、出発信号機は半くらいのまま戻らなくなった。その結果、列車の進行につれて、方向優先テコの信号が、しがらけ駅にまで電波し、清井川駅からしがらけ駅に至るまで、 運転方向が下りに固定されてしまうという JR 西日本の意図しない結果になった。このため、事故当日のしがらーキの信号機も、方向優先手帳を引かれた状態で先行した下り列車によって設定された運転方向がしがらーキ到着後も解除されず、運転方向が下りのまま固定されてしまった。したがって逆向きの上りであるしがらーキの出発信号機は、 赤のまま変わらなくなってしまった。事故当日が5月3日の再現であれば、仮に、しがらけ駅から、上り列車が、出発信号機の赤信号を無視して発車しても、5出発検知リレーが作動し、小野谷信号場の下り出発信号機が赤になる、はずであった。しかし5月3日の時とは異なり、軽電気室での作業により5出発検知信号が、途切れてしまった。 運転方向が下りのまま、在線状態はクリアされていたため、自動深度制御装置の機能により JR の直通列車は、小野谷信号場を青信号で通過し、単線区間に入り、しがらき発の列車と衝突することになった。余震場ご出発検知装置が正常に機能したとしても、しがらき駅からの上り 534D 列車の出発が遅れ、 ご出発検知装置が作動する前におり 501D 列車が小野谷信号場に先着していれば、もはや対向列車は止める術はない。強引な上り列車の出発が時間的に間に合わなかった可能性を刑事裁判での判決は指摘している。特殊自動閉塞に、改修前のしがらき線は、全区間が一閉塞の表兼閉塞式であり、自動閉塞を前提とした。 代用閉塞の必要性は極めて低かった。このことから、しがらき高原鉄道の従業員は異常時における代用閉塞の訓練を受ける必要性の認識が薄く、閉塞区間が増えた設備改修後に必要なはずの代用閉塞の実地訓練を行わなかった。行き違い設備を追加する改修工事に着手したのが1990年5月、春工検査が 世界陶芸祭の開催直前である1991年3月であり、ハード面だけでなく、運用最速など、ソフト面においても文字通り特管工事であった。しかも、しがらき高原鉄道の要因不足から、JR 西日本の乗務員に対する乗り入れ、教育訓練においては、しがらき高原鉄道で講習を受けた、JR 西日本の電車区、車掌区のそれぞれ区長、 助役が乗り入れる乗務員の教育訓練を代行するものであった。それゆえに JR 西日本の現業員には、しがらき高原鉄道の運転取扱い心への教育をはじめ、しがらき高原鉄道特有の線路、信号設備、運転取扱い、指揮命令系統など、十分に周知徹底されず、特に常時における運転整理の手順については、詳細を学ぶ機会はなかった。 異常時の訓練は最後まで行われないまま放置され、JR 西日本の運転士、車掌にとって異常時におけるマニュアルは事実上ない状態であった。そして異常時の対応は都度、がらき高原鉄道に聞くようにという泥縄的なものだった。前述のように運用開始後に信号トラブルに直面した後も正規の指導通信式による代用閉塞の取り扱いを行わないまま、 運転させていた。いずれの機械においても改めて代用閉塞の訓練を実施することはなく、むしろ形式だけの代用閉塞どころか、ダイヤのみに頼る閉塞無視の運転が、信号故障時の運転の実際であった。信号システムの共用開始前からトラブルはあった、ものの上層部への報告はなかった。また、閉塞取り扱い違反や、信号故障、列車遅延並びに運休について、 所轄の運輸局への報告が義務付けられているにも、かかわらず、必要な報告を、両者は怠った。輸送力増強の要請を受けた直後から、JR 西日本としがらき高原鉄道とは乗り入れに、当たり会合の場を持ち、乗り入れに必要な契約は交わしたものの、うちしを現業部門に交付することもなく、また、契約の詳細に至るまで乗務員に周知、徹底されることはなかった。 それに加え両者の運転取扱い心への比較対象も行われなかったことが裁判において指摘されている。教育訓練のつたなさもあり、JR 西日本の運転士に対しては、しがらき高原鉄道線内での運転取扱い心得は、JR 西日本のものと同じという言葉を信じさせられたままの者も,のもいた。教育訓練が不十分な中で、信号トラブルが、 相次いだのだが、彼らは、しがらき高原鉄道の信号トラブルも、また、職員の代用閉塞取り扱いの規定違反も、上役に報告することなくその場限りとなってしまっていた。運転指令と、各列車間の連絡手段について、JR 西日本の乗務員には、列車無線の周波数が違うことから、しがらき駅並びに対抗するしがらき高原鉄道の乗務員相互に、 無線通話ができないことから、列車無線機は、しがらき高原鉄道線への入線時に電源を切り、代わりに、車載の下半式の列車電話を使うこととされた。ところが、小野谷信号場で赤信号のまま待たされた、運転士が実際に連絡用の列車電話機を使おうと線路に降りて接続箱を見つけたものの、箱が施錠されていて使えなかった。そればかりか、 信号の停止措置が取られないまま、小野谷信号上にて赤信号を表示していた上り出発信号機が突然、青信号に変わり直後に赤信号に戻るという現象を現認したにも、かかわらず、その異常事態が報告されることはなかった。さらに事故前の5月7日には、亀山 CTG の司令員が出発信号機の手弧帝国になっても引かずまた、 運転士も出発信号機の赤信号を見落としたまま発車してしまい自動列車停止装置が動作して停止した。清井川駅を出てすぐのところにある虫育の踏切が閉鎖されていないことから小出発だったと運転士は認識し清井川駅員の誘導により列車を交代させたがすでに対抗列車が小野谷信号場に接近しており再出発できずこの列車を運休とした。 列車の運休は所轄の運輸局への事後報告が必要であるにもかかわらず、両社はその前の5月3日にあったしがらき駅での信号取扱いミスによる遅延ともども近畿運輸局に運休の報告はせずうやむやにしてしまっていた。これまで数々の大応閉塞取扱いの規定違反や主事の不具合を万全にしつつも報告を上げなかったことについて JR 西日本の 情報収集及び報告体制の不備による過失を認定している。しがらき高原鉄道は第三セクターで経営人が県庁や町役場の出身者であったことから鉄道そのものに対する知識は全くなく運行保安に対する意識や知識も欠如していた。開催直前に非常勤に退いていた鉄道主任技術者が退職し、 その補充要員をスカウトすることも、社内から、信号システムの技術者を迎えることもなく、信号システム施行業者の技術者を、会期中に駐在させる対応で済ませるほどに、しがらき高原鉄道には、人員、予算ともに余裕がない状態だった。こと代用閉塞の実施には、多くの人員が必要になるが、会期前の打ち合わせから人員が事実上確保できない、ほどだった。加えて、 事故当時は世界統計祭の来場客輸送に追われていた。回帰中の昼間は小野谷信号場での交換を必ず行うネットダイヤであり、背景に記述した通り定時運行は来場客輸送には絶対の条件だった。臨時の人員に加え、信号システムの保守に来ていた技術者まで動員して乗客をさばいていたほどに、死柄景気は混雑しており、 社内の指揮命令系統は、実質上、乗り入れについての交渉窓口に立った、業務課長が仕切っていた状態だった。この結果、5月3日と事故当日の両日とも代用閉塞を手順通り、行うには人員が全く不足していた。この状況で予期せぬ信号トラブルが発生したため、しがら景気は事実上、パニック状態であった。しかも、事故当日は、運行時間中に、 信号系を修理するという重大な違反を犯している。大洋閉塞での運転を決定して、小野谷信号場まで要員を自動車で派遣したが、道路の渋滞により、現地にたどり着けなかった。しガラキ高原鉄道は大洋閉塞の準備が、整わないまま上り 534D 列車を発車させ、おそらくは、軽電気室での作業によりご出発検知装置が、機能を失って、 対向列車は、小野谷信号場を越え、正面衝突事故になった。1992年12月3日、滋賀県警察本部は、事故当日の滋賀木高原鉄道の駅長と、運転就任の2名、同じく事故当日に、信号の修理を続けた、信号設備会社の技師1名を逮捕し、この事故で、滋賀木高原鉄道の車両に乗り込み死亡した3名を、被疑者死亡として、 書類送検した。その一方で、JR 西日本の関係者は、遺族会の告訴、告発にもかかわらず不起訴処分となった。事故の直接原因は、しがらき高原鉄道の列車運行規定違反であった、ことは、疑いの余地がなく、逮捕されたしがらき高原鉄道の社員二人と、信号設備会社の社員一人が、業務上過失致死傷罪などで、 大津地方裁判所から執行猶予付きの有罪判決を言い渡され、確定した。また、これとは別に、緊急運輸局の認可を受けずに、無断で信号設備を回収したとして、しがらき高原鉄道と JR 西日本の双方が、鉄道事業法違反に問われ、先に確定していた。この刑事記録が口述の民事裁判で、遺族弁護団の手に渡り、 民事裁判で活用されることとなった。刑事裁判では、JR 西日本の関係者は起訴されず、遺族は失望の念を禁じ得なかった。また、遺族の要請に応じ温度にわたり、しがらき高原鉄道、JR 西日本合同で、事故説明会を開催したが、しがらき高原鉄道は、社長の出席があったものの、JR 西日本の角田、達郎社長は、出席に応じなかった。 とりわけ第一回の自己説明会の開催直前にスクープされた月刊誌プレジデントの記事の質問に対して JR 西日本側の回答の歯切れが悪く遺族の心象を害したことしかも一周期法要での JR 西日本角田社長の発言が遺族の心象を逆撫げしたこともあり遺族会は特に JR 西日本の法的責任を明らかにすべく、1993年10月14日、しがらき高原鉄道及び JR 西日本の両社を相手取って提訴した。1999年3月29日、大津地方裁判所で両社の共同不法行為を認め、両社に対し過失認定判決が下された。 しがらき高原鉄道は控訴せず、JR 西日本のみが控訴したが2002年12月26日、大阪高等裁判所は JR 西日本の控訴を棄却。改めて同社の過失が認定された。JR 西日本は上告せずその結果、しがらき高原鉄道と JR 西日本の両社の過失を認定する判決が2003年1月10日に確定した。 しがらき高原鉄道は3億円の賠償保険契約を締結していたが、保険金の額はイベント開催で乗客が増加することが見込まれたにも、かかわらず増額されなかった。保証費用をしがらき高原鉄道単体で支弁することが、資金面からほぼ不可能だったことから、JR 西日本、しがらき高原鉄道、しがらき町、滋賀県の4社で協定を結んだ。 JR 西日本、死柄木高原鉄道は、犠牲者保障にかかる費用と、自己復旧にかかる費用とを協力して建て替えることにし、死柄木高原鉄道に対し JR 西日本は、社員の応援、当面の費用の建て替えを行うことに合意した。また死柄木町、滋賀県は、職員の応援のほか、死柄木高原鉄道への資金面の応援を分面、にじませた上で応援を行うことにした。 この協定により、犠牲者の保証に関しては、しがらき高原鉄道、JR 西日本が双方を接半して、支払いを行うこととし、責任割合が確定した時点で、事故復旧等費用と共に生産することとなった。民事裁判の終結を受け保証金の総額は確定したものの、その負担割合については、JR 西日本、しがらき高原鉄道双方で、 折り合いがつかなかった。2004年4月19日、JR 西日本は、大塚に裁判所で調停を申し立て、合計17回、調停の場を持ったが調停不成立に終わった。それを受け、2008年6月14日、JR 西日本は、しがらき高原鉄道と、同鉄道に出資している、滋賀県や甲賀市に対し、先に4社で結んだ協定を根拠としてに、 約25億3000万円の支払いを求め、大阪地裁に訴訟を提起した。その内容は、被害者や遺族への補償に関係した費用等約55億7000万円のうち、JR 西日本の責任割合を1割とし、JR 西日本が過分に支払った額を返還するよう求めたものだった。裁判において、JR 西日本は、 事故の責任の大半が、しがらき高原鉄道側にあるためと主張してきた。この訴訟を受けて、しがらき高原鉄道の北川啓一顧問らは、JR 西日本の主張に対し、これまでの裁判で、JR 西日本にも責任があると指摘し、その主張は責任を認めていないも同然であると非難。滋賀県の忠幸子知事は、被災者保障も折半負担で終了しており、さらに負担することは、 県民の理解が得られないとコメントした。2011年4月27日、大阪地裁は、過失割合について、JR 西日本側が3割、しがらき高原鉄道が7割とし、費用を精査した上で、JR 西日本に、しがらき高原鉄道への約11億1400万円の賠償請求権を認める一方で、JR 西日本と滋賀県、高架市との間には、 損害担保契約が締結されていなかったとして、滋賀県や高賀市に対する請求を棄却する判決を言い渡した。判決では、JR 西日本側の過失を3割としたことについて、滋賀気高原鉄道の見切り発車を最大の過失とした上で、訴訟の争点となった JR 西日本が設置した方向優先手庫について、現場を混乱に陥る原因であると、改めて指摘した。 また JR 西日本の運転士については、小野谷信号所に待機している、はずの対向列車がいないことを認識していたにも、かかわらず、小野谷信号上下り出発信号に従って、出発した点につき改めて注意義務違反を認定した。その他、JR 西日本の信号システムに関する注意義務、違反、教育、訓練の義務違反、報告義務及び、 報告体制確立義務違反も同時に認定している。なお JR 西日本に請求権を認めた約11億1400万円については JR 西日本が請求根拠とした約55億7000万円のうち人件費などを控除した約50億円のうち JR 西日本が過分に負担した費用部分である。この判決を受け訴えた側の JR 西日本は 控訴しない方針を示し、また、しがらき高原鉄道も2011年5月10日、臨時取締役会と臨時株主総会を開き控訴しない方針を決定、公表、判決は確定した。同時に、JR 西日本は、裁判で認められたしがらき高原鉄道への賠償請求権を放棄することを表明した。この事故の後、鉄道会社間相互で行われる直通運転に、 対して、鉄道車両と運転方法の安全性など、鉄道運転業務面の問題点が指摘されるようになった。また、この事故の遺族の運動により、鉄道の分野での事故調査委員会が初めて設けられるようになった。有田鉄道などでは、従来行ってきた JR への定期列車乗り入れを廃止した。また、鹿島臨海鉄道と JR 東日本の間における、 b ーチイン大 h t a g など、臨時列車における JR と、私鉄、第三セクター鉄道間の直通運転も、不測の事態への対処がしにくいということで、事故契機に多くが中止された。さらに直通運転に関しては、周到な用意と訓練を行うことが求められるようになり、また従来は直通運転の相手先まで乗務員が、 そのまま乗務していることもあったが、事故後は自車線のみ乗務することが多くなった。この乗務の一例を挙げると、2005年日本国際博覧会の輸送では、JR 東海、中央本線愛知環状鉄道線直通列車に、監視、高蔵寺駅にて業務交代を行った。また、事故当時、北近畿単語鉄道では、 乗り入れ時に運転手の交代を行っている例としてマスコミの取材を受けていたことがあった。しがらき高原鉄道ではこの事故後、世界統計祭に対する輸送力強化のために多額の費用をかけ新設した小野谷信号場は本事故を契機に使用中止とした。また、小野谷信号場使用時代は特殊自動閉塞だったものを 清川駅しばらき駅間前線を一閉塞とした従前のスタッフ閉塞として1991年12月8日運行が再開された2018年現在もこの一閉塞運行は続けられており小野谷信号上使用当時は1日26往復最小27分であった運転間隔が現在は1日15往復最小1時間間隔となっている また、当時の職員数20名のうち事故で5名の職員を失い事故を起こした編成のうち2両の車両が廃車された。なお、世界東芸祭セラミックワールドしばらき91は、会期を5月26日まで残していたが、事故翌日から開催を休止しそのまま終了となった。さらに、事故の保証で巨額の保証金支払いに迫られたしばらき高原鉄道は、 滋賀県及び死柄木町からの20億円余りの貸付金にて保証に充てた。また、無利子貸付の基金の受け入れにより、基金の運用益から貸付金を返済する支援が実施されたが、金利低迷で実らなかった。県、市からの安全対策経費の補填も2004年より実施されたが一連の裁判の終結後、死柄木高原鉄道は2012年2月に、 自力再建を断念し、被害者保障のために借り入れた資金について、借り入れ元の滋賀県と甲賀市に対し、再建の放棄か減額を求めて、調停を申し立てる事態になった。翌2013年2月に、滋賀県と甲賀市は、債権放棄で受諾する特定調停が成立。その後、2013年4月1日、地域公共交通の活性化及び再生に関する、 法律に基づく鉄道事業再構築実施計画により上下分離方式に移行した。信楽らき高原鉄道が信楽らき線の第2種鉄道事業者となり線路や車両等の鉄道施設を無償上とされた甲賀市が第3種鉄道事業者となった。この事故により信楽らき高原鉄道車は SKR202 と SKR204 が JR 車はキハ58千23がそれぞれ廃車となった。このほか、しがらき高原鉄道の自己車両である SKR200 型についても、その脆弱性が問題となった。同車種は本来バス向けの車体構造や部品を多数用いて大幅な価格低減を呼び、徹底的な軽量化による燃費向上を実現した車両で、日本国有鉄道の赤字ローカル線を引き継いで、 発足した日本各地の第三セクター鉄道各社がこぞって導入していた。だが、1960年代の国鉄設計で鈍重言い換えれば頑丈な、キハ58系と正面衝突し、原型を止めないほど無残に大破したレールバスの姿は、鉄道業界に大きなショックを与えた。乗用車との衝突による踏切事故のような、 比較的小規模な衝突事故などは考慮して設計されていたが、鉄道車両同士の正面衝突のような大規模な事故までは想定していなかったのである。その上極端な軽量化を図ったレールバスに衝突事故時の安全性は全く期待できなかった。もともと想定寿命の短い車両ではあったが、日本におけるレールバスは1990年代後半頃には、 大半が淘汰されるに至った。本事故以降の大替者は、より、本来の鉄道車両に近い設計への回帰が進んだ。事故現場には、警察のヘリコプターのほか、報道各社のヘリコプターも乱れ飛んだ。そのヘリコプターの爆音が、現場で救出、処置にあたる、救急隊の指示の声を聞こえにくくさせ活動を、阻害した。また報道関係者が列車内にまで入り込んで、 取材活動をしたり、事故現場直近のしがらき病院に殺到するなど、救出活動の阻害行為が複数の救助当事者より指摘された。なお、報道ヘリの活動については、阪神・淡路大震災及び JR ・福知山線脱線事故においても再び指摘されることとなった。なお当時はヘリコプターによる患者搬送は一般のヘリコプターでは不可能であったが、 現場近くの臨時ヘリポートから山向こうの市外科大学医学部付属病院までヘリコプターによる重症者の搬送が行われた。搬送は走行したが、受け入れ先のヘリポート不備、代替ヘリポートの使用困難等から課題を残した。1993年8月、鉄道安全推進会議が設立された。鉄道安全推進会議は、 事故の責任を追求する活動とは一線を画し、鉄道会社とも協力して、再発防止を最終目標に公平で独立した、鉄道事故の調査機関設置を国に求め活動を行った。2018年5月2日、吉崎俊三、遺族会代表世話人、訴訟原告団長が死去した。吉崎世話人は妻をこの事故で亡くしている。1991年7月、 遺族会を結成し代表世話人となる。1993年8月、他の遺族らと民間団体、鉄道安全推進会議を結成。2005年から2014年まで、同会議の代表を務めた。2019年6月、鉄道安全推進会議は解散決議を行い、活動を終えた。鉄道安全推進会議の中心メンバーは、欧米の事故調査機関を視察し、 運輸大臣らに、鉄道事故を対象にした独立調査機関の設置を要望し、2001年の国土交通省航空、鉄道事故調査委員会の設置につながった。また、鉄道安全推進会議は、日本航空123便墜落事故、赤潮花火大会歩道橋事故、JR 福知山線脱線事故等の遺族らとも連携し、事故被害者の支援充実や、 体制強化を国に求める運動を行った。1997年4月30日、しがらき駅敷地内に事故に関する資料を展示したセーフティーしがらきがオープンした。これは事故を風化させたくないという遺族の要望を受けたもので一般人も見学できる。また非公開ではあるものの事故車となった SKR200 系の車両の一部や事故関連の部品などは しがらき高原鉄道が保管している。事故現場近くには、慰霊碑が建てられ、事故発生日には、遺族と JR 西日本、しがらき鉄道などによる追悼法要が行われている。事故から30年目の2021年5月14日の法要では、犠牲者の数と同じ42本のろうそくが灯され、鉄道2社の社長が安全の鐘を鳴らした。 JR 西日本社長の長谷川一名は事故を風化させず教訓を引き継いでいきたいと述べた。JR に3割責任しがらき高原鉄道事故の負担金大阪地裁判決。産経新聞。2011年5月10日へ覧。JR に3割責任しがらき高原鉄道事故の負担金大阪地裁判決。産経新聞。2011年5月10日へ覧。 JR 西、しがらき鉄道などを提訴事故の保障負担増を要求。日本経済新聞。2011年6月19日閲覧。保障負担割合、見直さず、しがらき鉄道事故で県など。京都新聞。2008年6月26日閲覧。SKR 構想せず、しがらき事故訴訟、関連裁判集結へ。京都新聞。 2011年5月10日へ閲覧。しがらき事故、JR 西の責任3割、大阪地裁、支払い命じる朝日新聞2011年4月27日、狩田信弘。しがらき高原鉄道事故、JR 西に、責任3割設備の無断設置一員、大阪地裁判決。毎日新聞。2011年5月31日へ閲覧。柴崎達也。 しがらき高原鉄道事故、SKR 側が保証費受け入れ控訴はせず、毎日新聞、2011年5月31日閲覧、しがらき事故訴訟、判決確定、ロイター、2015年6月27日閲覧、しがらき鉄道事故責任7割判決、SKR 受け入れ、朝日新聞有刊2011年5月、十カツケ11面、 がらき事故訴訟、SKR 構想せず、事故20年関連裁判集結へ、保証割合、7対3、京都新聞有刊2011年5月と、0日一面、しがらき訴訟、JR 西全債系を放棄、京都新聞長官2011年5月11日付一面、杉山淳一。杉山淳一の時事微層、旅重なる悲運を乗り越えて、 前へ進もう運行再開のしがらき高原鉄道に期待。ビジネスメディアマコト。2015年1月11日へ閲覧。ABC 法律変えたしがらき事故遺族の声。鉄道安全会議解散へ。京都新聞。 https://www.kyot.co.jp:/politics:/article:/2019-0307-000952019 o n p, p 000 000年6月24日閲覧。ab 死柄高原鉄道事故の遺族らの団体、タスクが解散総会。毎日新聞。 オリジナルの2019年6月23日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org web 20190623105773個 https m-a-i-n-i-c-h-i.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2019-0623スラッシュ k-00 スラッシュ 00m スラッシュ040スラッシュ,ュ129-00042-019年7月11日閲覧。不法、しがらき高原鉄道事故遺族、吉崎俊三さん84歳、毎日新聞2018年5月3日、がらき高原鉄道事故遺族の吉崎俊三さんが、 死去神戸新聞ネクストハット、参議院会議録情報第120回国会運輸委員会第1号2015年6月24日閲覧しがらき高原鉄道の特定調停について政策土木交通常任委員会資料滋賀県議会2015年6月28日閲覧滋賀県議会平成25年2月定例会議第77号 滋賀県議会、2015年7月9日閲覧。議会平成25年2月定例会議、第77号。高賀市議会、2015年7月9日閲覧。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく鉄道事業再構築実施計画の認定について、しがらき高原鉄道しがらき線。国土交通省。 2015年6月28日へ閲覧、ありがとうございます。